上垣春です。今週も長崎県ハウステンボスからお届けしたいと思います。まだまだ紹介していないところもたくさんありますので、早速行ってみたいと思います。ハウステンボスは中世ヨーロッパの街並みを再現した日本を代表するリゾート施設。広大な敷地の中で四季折々の花や最新のアトラクション施設があり、子供から大人まで一日中楽しむことができます。まずはじめに千春ちゃんがやってきたのは、ハウステンボス内唯一のちゃんぽん専門店、悟空。ここでは長崎名物でもあるちゃんぽんがいただけるということで、海外からの観光客にとても人気があるそうです。いただきます。どうぞ。うん、お味はいかがですか。バッチリ最高です。ありがとうございます。うん、この野菜のシャキシャキと麺のつるって感じがもういいですね。うん、でしょ。実はこの練り物が入っているんですけども、はいはいはい、これも長崎産のものを使って、そうですね。かまぼこみたいな感じですよね。練り物です。うんうん。結構合う感じは。箸休めじゃないけども。いいですね。そうですね。そういうのも味わっていただけるので。あ、ちゃんとお魚の風味が、うん、残ってるでしょ。ああ、美味しい。うん、まず来たら絶対食べなきゃってね、思ってますからね。 うん、それが海外の方にもちゃんと浸透してるのが嬉しいですよね。そうですね。長崎名物ちゃんぽん、一度ご賞味あれ。ハウステンボスでは季節ごとに様々なイベントや催し事が行われていて、日本の四季を感じながら年中いつでも楽しむことができます。この日行われているのは絶景世界一美しい昆虫展。高さ6メートルの巨大な昆虫のオブジェがお出迎えしてくれます。昆虫は得意ですか。いや、昆虫ちょっと苦手。苦手、うん、まあね、そういった方も非常に多いと思うんですけど、はい、そういった方々のですね、考えを覆すような、本当ですか、今回世界一美しい昆虫展ですから。大丈夫かな。はい、千春ちゃん若干の不安を抱えつつも早速中へ入ってみます。失礼します。あ、すごい、わー、すごいすごい。まずやってきたのは蝶やカブトムシなどおよそ7000種類の昆虫の標本が展示された部屋。日本では見ることのできない珍しい昆虫が数多く展示されている中で、富田さんが千春ちゃんにどうしても見てもらいたいものがあるそうですが、こちらになります。何これ。ここがですね、世界一美しい蝶ということでブルーホルモンですね。ちょっと待って、見て見て見て、あそこすごいんですけど、はい、約これ全部蝶。そうなんですよ、約あの1300匹こちら展示しています。でですね、このブルーホルモンの特徴としてはですね、羽が光沢を描いているので、この光の当て方とか見る角度によっては、うんうん、同じ青なんですけども、スカイブルーとかですね、パープルに見えたり。え、これ実本物。本物です。この蝶が飛んでる国があるってことですよね。はい。すごいな。はい、わあ、ちょっと、はい、言葉を失うぐらいの、なんか見とれてしまう。少しずつこの昆虫の魅力は出てきました。そうですよね。最初あんなにまだ笑顔が引きずってますけど大丈夫ですか。いやいや、でもね、蝶は今までよりもさらに好きになったかもしれない。千春ちゃん、昆虫が好きになった？ならば行ってきてもらいましょう。ジャングルの中に潜む珍しい昆虫探しの大冒険。全然得意じゃないじゃないですか。大丈夫ですか？でかいでかいでかい。このジャングルに隠れている昆虫は全19種類。黄金のカブトムシも見つけることができるそうですよ。この他にも実物の昆虫を使ったインセクトアートや昆虫ふれあい広場なども行われています。千春ちゃん、はい、僕が今日用意したスペシャルデザート、うん、いや、なんかスイーツを、すごくないですか、ちょっと。じゃあ開けちゃっていいですか。はい、心の準備も。何何大丈夫大丈夫、美味しいから。はい、それからいきますよ、せーの、はい、じゃん。あのコオロギが、え、本物、本物です。もう今日も千春ちゃんのためにもう必死で用意した。え、待って、食べれるんですか。食べれますよ。本当にいける、いっちゃう。
どうですか？チョコレート。全然わかんない、全然わかんない。うん、え、美味しい、美味しい。ありがとうございます。この他にもですね、いろんなあの昆虫のスイーツたくさんご用意してますので。まだあるんですか？ありますよ。へー、はい、すごい。いや、もう楽しんでいただけてよかったです。ありがとう。いやいや、ちょっと成長できた気がします。どうでした？昆虫展は。いや、楽しかったです。あ、なんかあの、こうやってじゃないと多分近づけなかったと思うので、そうですよね。少し昆虫たちと歩み寄れた気がして。うん、あ、よかった。美しいってなこう名前がついてるのがすごくわかる感じでした。 ありがとうございます、うん、いや楽しませていただいてありがとうございました。まあどうぞ。ハウステンボスには体感型のゲームのアトラクションも数多くあります。最新のバーチャルゲームに千春ちゃんも大興奮。富田さん、続いては。はい、はい、こちらはですね、あの美意識が高い方とかですね、うん、健康に気を使われている方におすすめの健康レストラン、はい、オーラをご案内したいと思います。ちょっと興味あります、興味あります。はい、ではどうぞ。あ、すごい、何ですかここ、はい、こちらはですね、あの野菜がいっぱい。そうです、こちらオーラの施設内にですね、野菜工場を設けておりまして、はい、取れたてファームという形で。あ、室内栽培されているんですか。実際にここで栽培されたお野菜を使ったお料理がいただける、ね。はい、今日もですね、こちらのレストランで皆さんにご提供してます。すごい、これ絶対女性は喜びますよ ね、 そうですね。ブッフェには野菜工場で作られた無農薬野菜はもちろん、地元長崎で採れた野菜も多く並びます。千春ちゃんもちょっと欲張って取っちゃいました。彩りも豊かですね。お野菜いただきます。うん、うん、シャキシャキ、うん、新鮮さと、うん、なんだろう、この泡々しい感じ、ちょっとね、うん、こういう苦味もあるんだけど、そうです、そうです、ちゃんと野菜本来のみずみずしいというか、うんうん、野菜だけでお腹いっぱいになってもいいぐらい、うん、そうね。まあ、他にもいろいろ、はいはい、ありますよね、うん、周辺のホテルに宿泊するお客さんもディナーにわざわざ来るそうですよ。富田さん、はい、もう夜も更けて、そうですね、イルミネーションがすっかり暗くなりましたね。いや、綺麗に見えてますよ、イルミネーション。ハウステンボスってやっぱこうイルミネーションも、まあ、最大の魅力ですから、はい、いや、また今年はまだ内緒なんですけど、新しい出し物も一つあります。また増えちゃうんですか。あのハウステンボスで皆様のお越しをお待ちしております。待ってます。